左から、ジョイス・ヴィンセント・ウィルソン、トニー・オーランド、テルマ・ホップキンス、トニー・オーランドドーン。ドーンはアメリカのポップスグループ。幸せの黄色いリボンや、ノックは3回などを歌った。トニー・オーランドは1961年から歌手として活動していたが、スタジオシンガーとしての仕事が主だった。後に CBS レコード系の音楽出版社に勤務した。この時に、恋する。 キャンディダのデモテープを制作したところ評判となり、1970年に同名義でリリースした。恋するキャンディダはビルボード氏で1970年10月3日に週刊ランキング最高位の第3位を獲得した。ビルボード誌1970年年間ランキングは第18位だった。これをきっかけにしてオーランドは歌手に復帰。オーランドは テルマ・ホプキンスとジョイス・ヴィンセント・ウィルソンをバックコーラスにしてポップスグループドーンを結成した。1971年にはノックは3回をリリースした。ノックは3回はビルボード誌で1971年1月23日から3週間週間ランキング第1位を獲得した。ビルボード誌1971年年間ランキングでは第10位だった。 1973年にドーンはドーンフィーチャリングトニー・オーランド名義で幸せの黄色いリボンをリリースした幸せの黄色いリボンはビルボード市で1973年4月21日から4週間週間ランキング第1位を獲得したビルボード市1973年年間ランキングでも第1位だったビルボード市の集計では ドーン最大のヒット曲となった。同年、ドーンは、トニー・オーランドドーン名義で、嘆きのジプシー・ローズをリリースした。嘆きのジプシー・ローズは、ビルボード市では、1973年9月15日に、週間ランキング最高位の、第3位を獲得した。ビルボード市1973年年間ランキングでは、第34位だった。また、いちご畑のサリーちゃん、 夜のブギューイーパーティーなどの楽曲もヒットさせた。1975年、トニー・オーランドドーンは、恋のシーソーゲーム、H.E.Don't Love You をリリースした。恋のシーソーゲームは、ビルボード誌で、1975年5月3日から3週間、週間ランキング第1位を獲得した。ビルボード誌1975年年間ランキングは、第18位だった。 さらに、ルッキングマイアイズや、キューピットなども発表した。ニューヨークポスト誌のピート・ハミルは、曲以前の1971年にコラム、ゴーイング・ホームを、同類の高頭伝承を元にして書いていたので、幸せの黄色いリボンの歌詞はこのコラムから作成したと、ハミルから提訴されたが、被告側の調査で、ハミル以前にも、この伝承をまとめた文献があることが示され、訴訟は取り下げられた。 曲の作者は、アーウィン・レビンとラッセル・ブラウン。ケーキを終えて出所した男が、バスに乗って、妻のいる家に帰ろうとする。もし妻が待っているなら、庭の毛に黄色いリボンを結んでくれるはずだが、なければ、という内容である。親しみやすいメロディーとともに、この歌詞が、人々の共感を呼び、アメリカではこの年一番のヒット曲となった。この曲は、その後ポップスのスタンダードとなり、 フランク・シナトラをはじめ多くの歌手にカバーされた。日本でもヒットし、山田洋次監督の映画、幸福の黄色いハンカチでは、同曲がハミルのコラムを知るきっかけになり、高年度映画のリメイク版が放映された時には、挿入歌として使用された。また、大阪ガスやキリン一番絞りなどの CM でも使用された。ありがとうございます。